ここは何があってほしい。さあ、タレゾーの氷河かなり前に出る発動スパーキャン殺し投げ。さあ、これは投げ釣りを狙ったのか。前転からコンボを決めてデブヤシロもゲージを使ったコンボ、うろうろして投げまで来る。足払いが入る。さあ、たきつけて、ここ前転遠心が入る。さあ、落落としからオロチ投げ。あー、バレシー発動コンゲージを吐いて、ね、行くんすかね。でも、まあ、行かず追加が出なかったか。ジャンプ防止の大きいのしゃがみし、これはよく取っている。これはさらにゲージを吐いて逆転。置き攻めはどうするのか。様子見。うわ、すかしジャンプ投げ。構えるのが強いんですか。そうですね、今回ただ前回は通常だに遠近の区別がなかったんですが、はい、今回遠近の区別がついてしまってちょっと弱くなりましたね。ほう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 。斜め上に蹴る大キックにこれですね、これになっちゃったんですよ、はい。前回は遠近の区別がなくてキャンセルかかったんですが、はい、なので中距離からコンボに行けなくなったのでちょっと中距離は弱くなってる気がしますね、はい。さあ、体力差はほぼないか。前に出る。確認してユーコランブ。冷静だった。上から行って、いや、今昇竜出てたんですけど負けましたね、はい。なぜかジャンプポギーが勝っていたということで。さあ、ジャンプ星混ぜつつクタイク。これは C が届かなかったんですが、そのまま押し込んでコンボ決める。下段で崩す。まず前転から、これは繋がっていないわ。飛びからは繋がっていないんですが、地上コンボ体力差ないんですがゲージ差がある。落として前転を仕置き、バーキャン踏みつけから、これが減ります。めちゃくちゃ減っている。駒投げ、投げていく。逆に投げたのは、これは反応してしまった。ちょっとコンボをミスって思わず、あっと声を上げるジャイ。サイコボール、サイコボール、これはどうする。キャンセルしたのか。パタパタ決めて、オロチ投げ。これは素晴らしい対応を見せたジャイ。手段、細かくダメージを取る。前に出る。ボディで球を消しつつ、ほぼゴールの状況ですね。着地コマ投げ、浮き上がり、禁止が入る。吹っ飛ばし相打ち。これはかなりでかいぞ。飛んでクータイク、上から行く。バーキャン吹っ飛ばし、吹っ飛ばし引き寄せて、つながっている。暴れて細かくキャベツがダメージを取ったんですが、冷静に発動してこれ出なかったか。しかし透かし下段からジャイが決めていく。仕掛ける、コビに対応して、ここ投げる。キンシーが入って、これはとりあえずのダメージが欲しいか。キャベツ着地硬直をうまく取っていく。さあ、キャベツのクーラがかなり仕事をしている。開幕ボディーがアメーゼとガードポイント取りながら殴っていく。裏に回って掴みで締める。下段かなり減っている。体力差がかなりあるぞ。
もう細かく削っていくモードか。もうゲージは吐かなかった。体育相打ち、おもむろに禁止が飛んでくる。体育ボール、これが飛びに引っかかる、飛びに引っかかる。テレポート、テレポート。いやー、ネタ隠してました、ね、この龍撃拳と龍がでしたっけ、はい、昇龍拳があるので、まあ、オーソドックスな感じがあるんですが、まあ、コマンド投げもあるので、まあ、かなりの万能キャラですね。はい、じゃあ、まあ、割と何でもできる。そうですね、本当に割と何でもできるキャラですね。さあ C 前 A から空中必殺技。さあ、ここは確認してゲージ入ったコンボ、上から行って、これは必殺技が出なかったか。さあ下がって球を打っていく、投げて最後 D。 やはりこの飛ばせて落とすこの最高速度があるからなかなか飛びづらそうですね。そうですね、まあ、かなり飛んでしまうと苦しいので、このゲームはガードですごいゲージが溜まるので、はい、歩きガードで